はい、どうも、バーセの梅場です。こんにちは。こんにちは。ですね、今回ですね、見てください、三原康弘が一気に入荷しました。まあ、全容はですね、以前、まあ、前回流星さんが紹介してくれてる、まあ、アイテムの紹介があるからですね、そちらをぜひチェックしてみてください。で、今日僕はその時ですね、スタイリングは紹介していただいてないので、僕の個人的、まあ、おすすめナンバーワンアイテム、まあ、この時期ですね、この時期に一番、まあ、今からの時期使えるアイテムを一つご紹介したいと思います。こちらでございます。三原康弘のバルマカンコート、これがですね、展示会で僕一番光ってました。これ梅オーダーしてたよね。そうなんですよ、オーダーさせてもらいました。なんて言っても、まあ、この形ももちろんいいんですけど、この色っすね、色がめちゃめちゃいい、独特のなんていうんですかね、グリーンっぽい色、カーキとも言えないこの色と、まあ、このブラックですね、このブラック、この2色展開、これですね、どちらも今日スタイリングで紹介していこうと思います。このチャンネルではですね、ファッション紹介、まあ、スタイル、アイテムなどガンガン紹介していくんで、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタイリングの方いってみます。はい、おお、いいね。どうでしょうか、早速着てみました。で、今回はですね、あの、そのまままずはですよ、僕が今日着てたこれジョンのこのロガーコートとレターズのスウェットパンツ、レターズのブーツ、そのままで合わせてみました。サイズ感で言うとこれあれなんですよ、アウターの上からでも着れるぐらいゆったりとしたサイズ感です。これで僕が着てるのがサイズ44っていう一番小さいサイズなんですよ。これでそれぐらいゆったり着れるので、これですよ、お持ちの冬のアウター、その上からでも楽しめるサイズ感になってます。ちょっとやってみましょうか。感じですね、男臭い感じやね。そうですよね、でも形が普通のミリタリーと違うからですね、シルエットが全然違うので、もうこういうその腕回りだったりとか、この立体的な作りですね、うん、そしてこういう細部のディテールがこういう袖のところですね、すごいね、立体裁断になってるんかな多分。そうなんですよね。そうよね。で、向きがちょっと変わってるんですよ、少しこう前に来るというかですね。あ、なるほど。で、普通にこう肩でバシッと来てもいいんですけど、ちょっと落とし目ぐらいでざっくり着る方がシルエットがかっこよく見えますね。なるほど、こんな感じです。なんか裾のさ、切りっぱなしっていうんかな、これは。そうです、そうです。ここの裏地の切りっぱなしが結構アクセントになってかっこいいですよね。そうなんですよね。でもこういうのがやっぱ三原のかっこいいところですよね。うん。で、特に今季はあのドッキングというよりもなんかシルエットとかですね、ディテールを凝ったものが、そこにエッジが効いてるものが多いので、うん、うちのスタイリングも結構はまりやすいんじゃないですかね。そうね、だいぶ。で、これちょっと閉じた時もですね、特殊というかちょっと面白くて、こういう感じで。おー、かっこいいね。そうなんですよ、こういう形でボタンがしっかりついてるからですね、こういう風に前立てを閉じてあげると、いわゆるこのアイテム名はこのバルマカンコート、あの和名で言うと、まあ、ステンカラーコートですよね。そうですね、ステンカラーコートだけどこんな感じでボタンがあります。ボタンがすごいね。そうなんですよ、ジグザグのね、ちょっと互い違いにこうしてあり、こう止め、こういう風に止めていくと、見え方はまあ、閉じると若干ステンカラーっぽい雰囲気もあると思うんですけど、トレンチの要素が強いですね。うんうん、確かにコートに近いと思います。ちょっと後ろ向いてみてください、うん、そうね、アンブレラヨークといい。そうです、そうです。で、肩にエポレットついてたりとかして、なんかステンカラーとトレンチをなんか融合させたような見え方です、うん、こんな感じですね、うん、今年は僕はもう特にこの色がすごいおすすめなので、定番のブラックもいいですけど、攻めのこういう淡い色味、今年の春夏取り入れてみてはどうでしょうか。いいですね。じゃあそれでは定番のブラックの方を着ていこうと思います。
ちらブラックの方も着用してみました。結構色が変わるだけで印象って全然変わりますよね。うん、確かに赤の差し色のブーツがいいね。あ、見えてます。うん、いいね。狙ったやろそれ絶対狙っとる。狙いました、赤狙って、うん、赤履いてきました。これしたかったっす。あ、間違いないこんな感じです。うん、そのブラックのバルマーカンコートのさ、こういうやっぱ、はい、ね、切りっぱなしの差し色アクセントも素敵ですね。そうなんですよ。だからまあ今日僕は赤の足元でしてるんですけど、足元まで黒にしてもこういうところがですねアクセントとして効いてくれるので、オールブラックにしても重すぎないスタイルが楽しめますね。うん、で僕が着用してるのはブラックはこちら46を今回着用しております。一応三原ではまあ M サイズ、そうですね、うん、M のサイズ感ですね。でも結構このサイズ46になると大きくなるからですね。うんうん、オーバーサイズを楽しみたい方とかは正直僕ぐらいの体格とかでも全然問題ないですね。うん、確かに。むしろだから僕もまあオーナーしてはいるんですけど、44、46どっちにしようかなとかちょっと迷ってるぐらいです。全然見え方がまた変わるからですね。どちらでも着れちゃうという。そうなんです、どっちでもいけます。サイズ問題はね結構人の好みにもよるけんね。そうなんですよね。で特にまあ僕も、まあ、デューセさんも結構あるじゃないですか、どっちでもいけちゃうみたいな。そうね、なんかほら、ね、三原康弘ってさ、なんかこう、うん、ざっくり着るみたいな、タイトめに作ってるものがすごく少ないからね。そうですね、そうそう、梅くらいの170センチの55キロとか、まあ、その前後の方とかは全然 M サイズでも OK だと思います。そうなんですよ。だから極端に大きく着たい人とかはもうむしろ M で、だからブランドの雰囲気より楽しんでみたりしてもいいと思います。うん、スタイルのアイテム紹介してなかったんで一応紹介しておきますね。今回インナーで使っているのがインストロメンタルですね、三原康弘のこちらフードブルゾンを使っております。インナーに入れちゃってますね。はい、このだからアウターをインナーとして着る、これがこのコートのポイントですね。うん、そしてパンツが以前砂尾さんが紹介してくださってるこちらウェルダーのダブルニードパンツになります。結構こういうゆるっとしたスタイリングに綺麗なストレートのパンツなんか合わせるのも非常におすすめっすね。結構僕も最近気分的に少しゆるいパンツ履きたいんで、ゆるっとしたアウターにゆるっとしたパンツで合わせるのもおすすめです。はい、ちょっと閉じてみましょうか、こっちも。うん、結構このコートはここの使い方で見え方が変わるからですね。好きなアレンジですね。そうですね、アレンジを聞かせられるんで、僕はちょっと寄ってしまった方が、ほんとこういう感じで独特な着方仕上げてもいいし、まあちゃんと閉じてもいいですからね。うん、やっぱこのタグいいね、ここっすね。今回は何色かな、これはちょっとこう、うん、きなりっぽい感じですかね。そうですね、ベージュに近いような感じの色を使ってますね。ありがとうございます。はい、こんな感じです。両色着てみました、いかがだったでしょうか。グッドです、いいっすね。いいっすよね、迷う人続出です。なんで、まあ、大体黒持ってるよっていう方はもうやっぱ僕が最初に着た色の方をおすすめするかなと思います。店頭でもそうね、なんかファーストコートとかはね、ブラックとかでもいいかもしれない。うん、そうですね。で一応生地感自体もこれあれなんですよね、あのコットンツイルというか、かなり、うん、あの強めに覆われたコットンなんで、オールシーズンいけるタイプだからですね。あの夏以外の3シーズンですね、うん、まあ、しっかりいけるタイプなんで、まあ、この時期のアウターとしては、まあ、春先だったりも見越して買うのもすごいいい選択ではないかなと思います。最後まで見てくださった皆様ありがとうございます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。最後になんですけど、三原のアイテムすごいいっぱい入ってきてるんで、これ見たいなとか、これ先にスタイル紹介してほしいですとかあればぜひコメント欄とか、あのまあインスタの DM だったりとかでもぜひお待ちしております。コメントたくさん欲しいですね欲しいですね、うん、さっきスウェットパンツ見たいとか、うん、トラックパンツ、トラックジャケット見たいとか、そう、ね、逆に T シャツ先に見てっす、あの元のネタ知りたいっすとかいうのあればぜひよろしくお願いします。はい、はい、それではまた次回の動画で店頭でお会いしましょう。